はい、というわけで今日もやってまいりました。あと4パックかあれあちゃうな、5パックやな妖怪メダル第2章、あと5パック開けてみようと思います。はい、では1パック目開けていこうと思います。せーのドン。あ、反対でしたね。お、これは何ですかね。わかりません。います。せーのドン。はい、わかめくんダブりました。わかめくんが出ました。ダブっちゃった。あー、もういい。せーのドン。ジミー、ジミーちょっと来ちゃった。もうダブった。いきます。ぶってドン。何これ。これはクワガタなんちゃらが出ました。はいはい、では3パック目いきまーす。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかなって分からへんやろ。やったって小坂井和樹やで。はい、せーのドン。シャレコ夫人。シャレコ夫人、イエーイ。これええな。じゃあいくでいくでいくで。はい、次行ってみましょう。せーのドン。クジラケ女。何女？クジラケ女。クジラケ女。あ、もしかしてテレビ通りに出たな。わあ、持ってへんこれ。これ4パック目ね。はい。これ4パック目。はい、ちゃんと来てくださいよ。せーのドン。おならず者。おならず者？そう。お尻やで。お尻。おならず。いくでいくでいくで。せーのドン。何これ？あ、先出たレオンちゃんね。先出たやつや。続かななんとか本ですね。もう今ラストに突入します。おりゃ、せーのドン。ああ、雲外鏡ダブった。何て？雲外鏡。雲外鏡。はい、次行ってみましょう。ラスト、せーのドン。あ、長花。きた、長花。長花。長花きた。長花わかりますかね。これいいらしいですね。はい、というわけでこれだけ今日は出ました。5袋ですね。5袋ですから10個メダルが出ております。シャレコ夫人と、はい、こちらが長花なんですね。こちらが雲外鏡、こちらが藤の山ですね。こちらがわかめくん、こっちが釘が大ほにゃですね。これはくじだけ女、おならず者、つつがななんとかですね。これがジミー。こんだけ出ました。はい、というわけでたけ TV100 を最後までご覧の皆さんありがとうございます。私のチャンネルも2014年の5月で1年を迎えることができました。そして登録者数が300人をやっと超えることができました。そこでプレゼント企画ということで、先ほど見ていただいた妖怪メダルの第1章と第2章1袋ずつを1名1名で合計2名の方に1枚ずつプレゼントしようと思います。応募方法はコメント欄に第1章が欲しい、第2章が欲しいということでコメントを残していただきましたら抽選の方をいたします。抽選締め切りは5月31日の土曜日になります。発表はその1週間後、6月7日に発表いたします。条件としましてはこちらを発送しないとダメなので、住所とお名前が私に教えていただけるという方と、初めてたけ TV100 をご覧の皆さんは必ずチャンネル登録をしていただくというのが条件でございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで妖怪メダル第2章開封その2でした。じゃあね、バイ。